はい、こんにちは。もうまだ、時計、まあ、家の時計では、11時50分、12時前ですね。はい、今日は、こんにちは。アート TV、マッサーワールド、マッサーアートチャンネルのマッサーアートです。はい、今日は、まあ、お昼が、仕事がお昼からということで、朝ゆっくりして、もう普段は病院とかいろいろ用事がありますけど、もう朝ゆっくりして、まだ食事、朝の食事まだかな。まあそうですね、もうおやつとかいろいろの完食してばっかしで、まだきちんとした朝食をとってませんけど、まあこんな感じで、たまにはゆっくりして、まあ、骨休みになったかなと思います。この時をお祈りします。天の神様、今日も一日と共に歩ませてくださいますようにお祈りいたします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マッサーアートです。はい、もうそろそろもう12時近くですね。もう会社に出かける用意しなければなりませんけど、バタバタしますけど、まあ、お昼とって、まあ、朝とお昼のとって、昨日は、まあ、若い高校1年生かな、小森桃子さんというツイッター見て、なんか、高校生のソングシングライターかな、20万回して、1万なんか、そういうことで、そういう見てから、ちょっと、若い子に触発されて、私も、まあ、YouTube 上げて登録者数6人、再生回数も、まあ、最初に上げた支援一編が、まあ、確認してませんけど、800超えてませんね、788かな、それぐらいで、何年も大きなビジョンをちょっと、ほら吹いてしましたよ。はい、再生回数、再生回数、10万、チャンネル登録数、チャンネル登録数1万。よく朝、布団の中で、これって、まあ、もう大きな目標、ビジョン掲げましたけど、まあ、御言葉の中には、聖書の中には、ビジョンのない民は滅びるという、まあ、全く関係ないです。もう私事ですけど、5年、65、70、10年がかりで、まあ、10年がかりなら、まあ、目標、まあ、それは分かりませんけど、10年がかりなら、1年目標、再生1万回、10年だったら1000、そんな感じで、5年か10年、長期スパンスで、まあ、そして、まあ、具体的に、まあ、毎日、日々取り組んでる課題、まあ、こういうふうに、毎日朝、顔を出して、コメント、少し1分間コメントしたり、まあ、日曜日の午後ですね、礼拝が済んだ後に、まあ、普段は、まあ、三曲でしたけど、まあ、1日1回、ツイッターに賛美を寝る前にあげようかと思って、先週から7曲賛美して、そして、まあ、午後しか一句できませんけど、まあ、デリベート読んで PR して、またせ、一編、そうですね、聖書読んでということで、まあ、前まではランダムしてましたけど、旧約聖書、また新約聖書、それぞれ各章の1章読んで、1章が済んだら2章に行こうかなと思って、それはいつまでもうでき、まあ、どうですかね、いつまで続くんでしょうかね、そういう、まあ、頑張って、まあ、許す限り、そういう、民数記1章したので、この次は、まあ、福音書がマタイ、ルカ、あ、違う、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが終わりましたので、人の働きですね。はい、そして、来週、今度日曜日は、人の働き1章ですね。旧約聖書は民数記済みましたので、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記。で、申命記ですね。モーセ五章と言われる申命記。本当は、なかなか若い時の夢で、まあ、宣教師牧師になりたい、神学に行きたいという夢がありましたけど、なかなか、まあ、見心じゃないんでしょうね。叶わる、また現在も、叶わる、まあ、60、まあ、定年、まあ、パートでしてますけど、こんな感じで、なかなか、まあ、そういうことで、今の職場が、まあ、LINE が必要ということで、ガラケーから、そういう、まあ、こういう iPhone かな、スマートフォンや iPhone に切り替えて、なかなか、
ついていくの大変でしたけど、今でもまだ、ついていけませんけど、頑張って、その編集はなんかなかなか難しいというか、編集でこの昨日もなんか一つ困ったことがあって、安心サポートに電話したいなと思うんですけど、まあ、操作とかいろいろありますけど、まだ私もネットで買い物したこと、まあ旧世代ですね。まあそれでですけど、まあなかなか、まあそういう、まあいろいろ、情報源なかなか厳しいですけど、まあ個人的な事情で、まあテレビも見てないし、新聞も見てないし、まあまあ主に LINE のニュースかなっていう思い、まあテレビの、まあそういう、あ、まああの車の、まあそういう、まあ仕事の関係でちらっと、まあ車の運転しながらの、まあラジオやテレビのが情報源がつくかなという思いもあります。そんな感じでもう、まあクリスマスも終わりましたですね。はい、まあ、年末年始が、近づいてきます。まあ、今日はまた寒くなりましたね。まあそれが、まあこれが当然かも分かりませんけど、南国育ちの私にはちょっと辛いですね。やっぱりまあいろいろと、もう今まで、休みの時はちょっと早い、唇が早くなりましたけど、まあ病院が、まあ今日の、あ、はい、まあお昼からの朝は、まあゆっくりできたことを感謝いたします。こういうことで、来年は令和ですね。もう大変ですね、呼び忘れて、ね、令和2年となりますけど、まあツイッター、まだフォロワー数が3000いってない、もう2900超えたかな。 TikTok、 そして YouTube、 600ぐらい、短いものからちょっと長い、そういう、精神読んでる長い、20分30分上げてますけど、チャンネル登録数が6人、短い、少ないですね。まあ、インスタグラフも、まあ、まあ、そういう、まあ、花が、そういう、つくということで、そういう、主に花を上げてますけど、そういう、上げてます、風景とか上げてますけど、まあ、あの、目立ちがれ、まあ、そうですね、アピール、なかなか、これも一つ、なかなか、まあ、育ちが、まあ、育ちのせいにしてはいけないですね。沖縄の生まれで、まあ、離島生まれで、まあ、あなたの話していることがよくわからないということで、まあ、仕事実がない。また、本当にわかりやすく丁寧に、まあ、そういうことで、伝えるということを、まあ、もう、まあ、そこが本当の本来の意味ですけど、まあ、福音、その、まあ、相手に、分かりやすく伝えるということを、まあ、モットーに、まあ、こういう試行錯誤してますけど、まあ、引き続き、もう日の呼びしなきゃなりませんけど、はい、この時を感謝いたします。ちょっと7分8分ですね、まあ、10分喋りま、まあ、そういう、あの真夜中の5分間トーク、コメントも最近はお休みしてますけど、そんな感じで、はい、皆さん、ね、年末年始がなりました。本当に、体調崩すと大変ですね。本当に、風邪薬飲むと大変ですね。きついですね。眠気来たり、もう気力なくなったり、まあそうですね。十分な睡眠と十分な休息と、食事ですね。本当に元気が一番ですけど、なかなか厳しい、まあ、講師も公にも、そうですね、プライベートでもいろいろと年末年始お付き合いとかいろいろ、まあクリスマス、お正月、本当に、ね、家族の付き合いやいろいろな会社の付き合いやいろいろと、まあ、お友達付き合いやいろいろと大変と思いますけど、本当に中には連日連夜、毎日何かのお出かけということ方もおられるかもかんし、何もないよという、本当に、寂しいなという方も連日ね、あると思いますけど、ちょっと手がぶれてますね。はい、こんな感じで最後にお祈りいたします。天の神様、今日も一日一緒と共にありますことができますように、まあいろいろとニックネームを用いて、SMS 等に発信してますけど、キリストの香り、キリストの匂い、世の光、血の塩として用いてくださいますようにお願いいたします。感謝して、この恩も神様が覚えて用いてくださっていることをあなたの前に立てるようなものではありませんけど、感謝して、この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。9分47秒。まあ、こんな感じで手が震えてますけど、はい、感謝いたし、また会いましょう。はい、失礼しました。
じゃあ失礼します。はい、以上です。はい、さようなら。